あやつずみは、能楽作品の一つである。作者は不明だが、少なくとも、世阿弥か、それより以前に創作された終身男物の,の作品である。室町時代に上演記録はなく、江戸時代の後期以降に、宝章流が上演し、明治時代になると金剛流も、正式に、初演曲とした。筑全国の木の丸の皇居に仕えている進化のものが、いる。そこには、 桂の池という大きな池があり、還元額が催されている。そこで進化の者が言うには、庭吐きをしている老人が、女吾の姿を見て心乱すほどの恋に落ちてしまったという。それを知った女吾は不憫に思い、桂の木に鼓をかけて老人に打たせ、音が皇居に届けば姿を見せようと言われたので、そのことを進化は老人に伝えた。 老人は、この鼓の音を鳴らせばそれが、恋心の慰めになると思いうつが、音は鳴らない。老人はこの歳で心を乱すような恋をした、儚さを思いつつも、思っている方が忘れようとするよりも良いと思うので、あった。人間はいつどうなるかなどわからないものであり誰も、教えてくれはしないけれど、もしわかれば、恋に迷うことなどなかったであろうと思いつつも、鼓の音が出れば、 心の闇も晴れると思い昨日も今日も打ち続けるが、音は出ない。なる神でさえ思う中を避けぬと聞くのに、それほどまでに縁がなかったのだろうかと我が身を恨み人を、恨み、もう何のために生きているのかわからないと思い、うれうる身を池に投げて死んでしまった。それを聞いた進化は、尿後に老人が身を投げたことを告げ、このようなものの終身は恐ろしい遊泳池に出て、ご覧くださいと言う。 呂吾が池に出てみると、池の波の渦音が鼓の音に聞こえてきた。進化は呂吾が普通ではないと思ったが、呂吾はそもそも、あやの鼓は音が出るはずがなく、そのならないものを打てと言った時から普通ではないのです。いい。なおも鼓の音が聞こえてくるのである。そして怨霊となった老人が現れ、愚かなる恨みと嘆きであるが、この強い怒りは晴れるものではないといい。 ついに魔境の鬼となってしまったのだという。そしてならない鼓の音を出せとは、恋の思いを尽くさせて果てよということだったのかと女房を責めた。この鼓が鳴るはずがない。撃ってみなさいと仕事を振り上げて女房に迫り、女房は悲しいと叫ぶのであった。メイドの鬼の責めもこのようなものかと、それでもこれほどの恐ろしさではないと思えるほどの恐ろしさであり、 因果とは言えどのようになってしまうのでしょうと言った。音量は、このように因果ははっきりと現れるものだと言った。そして尿悟にたたりしもとで打ち据えるうちに、池の水は凍り、大愚連地獄のようになり、身の毛もよだつ悪蛇となって現れているという。そうして恨めしい、なんと恨めしい尿悟だと言いながら、恋の淵のように深い池に入っていった。世阿弥の、三道に、恋をもに、昔、 綾野の太鼓なりとあることから、この、綾野の太鼓が、綾やつみそのものとする説がある。一方で、綾野の太鼓という古曲を改訂して、綾やつみになったという説もある。いずれにしても作者は不明である。なお、世阿弥が改作をしている。また、恋主には、世阿弥作とされているので、少なくともそれ以前に作られた曲であるのは、間違いないと言われている。類曲には、 あやつずみをもとに創作されたと言われているゼアミ作の恋おもにがある。老人の恋を扱ったのはこの二作品だけであり、あやつずみでは最後まで老人の怨霊は恨み続けるが、恋おもにでは涙を浮かべて、許しをこにょう後に対し恨みを収めて守り神となる。あやつずみは、宝生流と金剛流が、恋おもには、関世流とコンパル流が演じている。また、北流にも、 あやつずみという作品があるが、こちらは、北竜十五世伊聡家、北実と、時禅魔郎作による、新作能である。八巻地獄の、第八で、極寒のために、亡者の体が裂け、赤いハスの花のようになるという地獄ゼアミによる、無限能に関する作能の著書 ABC 梅原、竹市、関関関ゆかず、能を読む。 日曜と勘阿弥角川学芸出版2013年ピアニッシュも85から94の神谷よい子全集第14巻近代能学集西川うこん西川地下編日本舞踊舞踊劇全集山崎正和世阿審判実験工房円形劇場形式による創作劇の優先 998.04p11 水を披露し海そして 愛の景色視聴者、1966、ピアニッシも71から89国立音楽、大学附属図書館、入りの吉郎書士作成グループ編、入りの吉郎に違い、アソシエーツ、1988、ピアニッシも20から21、NHK アーカイブス2020年8月24日、閲覧。 現代舞踊第11巻11号1963年11月1日 CD 小杉大一郎の純音楽通世レーダー2017ディーゼル -010 ありがとうございます